まあ、ここどうするかですよね。公営にするんですが、そこまで変わる、まあ、糸井も見越してのここ公営なのか、一人消えたこと、その女性の容姿を知っていることぐらいなのですが、多少の関わりがあるマスターができることは、糸井と原口どっちの代打を出させるかみたいなね、駆け引きもひょっとしたらあるかもしれません。そうですね、一度ケースに相談したもの、大山一つ挟みますが、そのあたりも考えての大江登板でしょうか。またケースにマスターを応援する、さあここは本当に両監督の駆け引きのところですからね。そうですね、果たしてどんな結果になるか。マスターマークイエ、ただ原口もやっぱりこう代打としてね、いろんな修羅場が踏んでますから、はい、代打ってすごい難しいんですけど、まあ、準備の仕方だったりもありますけど、まあ、原口選手はすごい準備の仕方が上手だったり、しっかり代打でも結果残してるタイプなので、そうですね、すごく期待はできます。はい、すると言い残せない、息を吐いて、そこでマストは知っている限りのことを全て感じに、初球から行った、ライトの前に落ちる、マストのタイムリーヒット、代打原口のタイムリーヒット、初球でしっかりと結果を出しました。